EU は19日、新型コロナウイルスワクチン接種を完了した人の入域を認める方針を発表した。フランスでは同日、新型ウイルスに関する規制が緩和され、国民に愛されるカフェがテラス営業を再開。欧州では数ヶ月にわたり続いた厳しい制限の解除が進み、生活が徐々に正常化しつつある。エマニュエル・マクロン大統領とジャン・カステックス首相がカメラを前にカフェを楽しんだ。